クラブは、オーストラリアの都市メルボルンをホームタウンとする、オーストラリアプロサッカーリーグに加盟する、プロサッカークラブ。2009年設立。設立当初のクラブ名は、メルボルンハート FC であった。シンボルカラーは、赤と白。2009年6月に2010から11シーズンからの、A リーグ参入が認められた。A リーグ参加クラブとしては12番目のクラブとなる。 設立当初のクラブ名は、地元のヘラルドさんによる、オンラインの投票などのプロセスを経て決定した。候補となった名前は、スポーティングメルボルン FC、メルボニアンズ、メルボルンレボリューション、そして、メルボルンハート FC の4つであった。2010年8月5日、A リーグ参入初戦となる開幕戦は、セントラルコーストマリナーズ FC20 対1で敗れた。 2010年9月4日、ノースクイーンズランドフューリー FC を破り、シーズン開幕から5試合目で A リーグにおける初勝利を挙げた。2010年10月8日、A リーグで初めて行われたメルボルンダービーでメルボルンビクトリーに勝利する。2014年1月22日、プレミアリーグのマンチェスターシティ持ち株会社シティ、フットボールグループが株式の80%を取得し、 買収したと発表した。クラブ名もメルボルンシティ FC へ改名され、シンボルカラーも赤を水色に変更。同じメルボルンを本拠地とするメルボルンビクトリー FC とは、ダービーを演じるライバル関係。なし2021年1月9日、現在詳細は、カテゴリーメルボルンシティ FC の選手を参照。メルボルンハートテイクンオーバーバイマンチェスターシティ、レッドコンソーシアム。 bbc スポーツ、http コロンスラッシュスラッシュ www.bbc.com スラッシュスポーツスラッシュレイスラッシュフットボールスラッシュ258546312014年7月6日閲覧。チームズ、メルボルンシティ FC2021 年1月9日閲覧。ありがとうございます。